竹取物語「今は昔竹取の翁というものありけり野山に混じりて竹を取りつつよろずのことに使いけりなおばさぬきのみやつことなんいいける。 その竹の中にもと光る竹なん一筋ありける怪しがりてよりて見るに筒の中光りたりそれを見れば三寸ばかりなる人いとうつくしゅうていたりおきな言うよう我 朝ごと夕ごとに見る竹の中におわするにて知りぬ。子になりたもうべき人なんめり。とて手に打ち入れて家へ持ちてきぬ。目のオーナーに預けて養わす。美しきこと限りなし。糸をさなければ子に入れて養う。 竹取りの大きな竹を取るにこの子を見つけて後に竹取るに節を隔てて夜ごとに黄金ある竹を見つくること重なりぬかくて大きな洋々豊かになりゆくこの地獄養うほどにすくすくと大きになりまさる。 三月ばかりになるほどに、良きほどなる人になりぬれば、噛み上げなどそうして噛み上げさせ、も、キス。蝶のうちよりもいださず、いつき養う。このちごの形の毛らなること世になく、矢のうちは暗きところなく、光り満ちたり。きな 心地やしく苦しき時も、この子を見れば苦しきことも闇ぬ。腹立たしきことも慰みけり。大きな竹を取ること久しくなりぬ。勢い、猛のものになりにけり。この子、糸、大きになりぬれば、なお 三室といんべのきたを呼びてつけさす。たな名代けのかぐや姫とつけつ。このほど三日打ち上げ遊ぶ。よろずの遊びをぞしける。男は受け嫌わず呼びつどえて、いと賢く遊ぶ。世界の男。 あてなるもいやしきもいかでこのかぐや姫を得てしかな見てしかなと音に聞きめでて惑うそのあたりの柿にも家の戸にもおる人だにたわやすく見るまじきものを夜はやすきいもねず闇の世にいでても穴をくじりかいまみどいあえり去るときよりなんよばい とは言いける「人のものともせぬところに惑いありけども何の印あるべくも見えず家の人どもにものをだに言わんとて言いかくれどもことともせず」「辺りを離れぬ金立ち世を明かし日を暮らす大かり愚かなる人は ようなきありきはよしなかりけりとてこずなりにけりその中になおいいけるは色好みといわるる限り五人思いやむ時なく夜昼来たりけりそのなども石造りの御子蔵持の御子右大臣阿部の御牛 大名言大友の美雪中納言磯守の茉荼足りこの人々なりけり世の中に多かる人をだに少しも形よしと聞き手は見まほしゅうする人どもなりければかぐや姫を見まほしゅうて物も食わず思いつつかの家にゆきてたたずみありきけれどかいあるべくもあらず。 をかきてやれどもかえりこともせずわびうたなどかきておこすれどもかいなしと思えどしもつきしわすのふりこおりみなつきのてりはたたくにもさわらず来たりこの人々ある時は竹取を呼び入れて「娘を我に食べ」と節をがみ手をすりのたまえど おのがなさぬこなれば心にも従わずなんあると言いて月日すぐす。かかればこの人々家に帰りてものを思い祈りをし願を立つ。思いやむべくもあらず、さりともついに男を合わせざらんやわと思いて頼みをかけたり、あながちに志を見えありく。 これを見つけて、おきなかぐや姫に言うよう。我が子のお仏、変化の人と申しながら、ここら大きさまで養い立てまつる志、愚かならず、おきなのもうさんこと、聞きたまい天や。といえば、かぐや姫。何事おか、のたまわんことは、受けたまわらざらん。 へんげのものにてはべりけんみとも知らず親とこそ思い立てまつれ」という「おきなう嬉しくものたもうものかな」という「おきな年七十にあまりぬ今日とも明日とも知らずこの世の人は男は女に会うことをす女は男に会うことをすその後なん 角広くもなりはべるいかでかさることなくてはおわせん」。かぐや姫のいわく「何帖さることかしはべらん」と言えば「変化の人というとも女の身持ちたまえりおきなのあらん限りはこうても今すがりなんかしこの人々の年月を経てこうのみ今しつつのたもうことを。 思い定めて一人一人にい立て祭りたまいねといえばかぐや姫いわく「よくもあらぬ形を深き心も知らであだ心つきなば後悔しきこともあるべきよ」と思うばかりなり世の賢き人なりとも深き志を知らではいがたしとなうと思うという。大きな曰く 思いのごとくものたもうかなそもそもいかようなる志あらん人にかあわんとおぼすかばかり志愚かならぬ人々にこそあんめれかぐや姫のいわく何ばかりの深きをかみんといわんいささかのことなり人の志ひとしかんなりいかでか中におとりまさりは知らん五人の中に ゆかしきものを見せたまえらんにし志まさりたりとてつこうまつらんとそのお忘らん人々に申したまえという「よきことなり」と受けつ「ひくる,るほど例の集まりぬ」あるいは笛を吹きあるいは歌を歌いあるいは生涯をしあるいは嘘を吹き扇を鳴らしなどするに 大きな入れて曰く、片づけなく汚げなるところに年月を経て物下たもうこと極まりたるかしこまりと申す翁の命今日明日とも知らぬを各の田坊金立ちにもよく思い定めて突っ込まつれと申せば 断りなり、いずれもおとりまさりおわしまさねば、恩心出しのほどは見うべし、都合まつらんことはそれになん定むべき。と言えば、これ良きことなり、人の恨みもあるまじ。という。五人の人々も良きことなり。と言えば、大きな入りて言う。かぐや姫、石造りの巫女には、 仏の三石の鉢というものあり、それを取りて給えという。倉持の巫女には、品菓子の海に宝来という山あるなり、それに白金を根とし、黄金を茎とし、白き玉を身として立てる木あり、それ一枝降りて玉わらん、という。今一人には、諸古市にあるひねずみの川ぬを給え 大友の大納言には辰の首に五色に光る玉ありそれを取りて賜え磯守の,の中納言には椿のもたる小安の貝取りて賜えという翁妃啓きなことにこそあんなれこの国にあるものにもあらずかく啓きことをばいかにもうさんというかぐや姫何か,かたからん と言えば、おきな、とまれかくまれもうさんとて、いでて、かくなん、聞こえるように見せたまえ。といえば、みこたちかんだちべききて、おいらかに、あたりよりだになあありきそとやはのたまわぬ。と言い,いて、うんじて皆帰りぬ。なお、この女、みれは世にあるまじき心地のしければ、 天竺にあるものも持てこぬものかわと思い巡らして石造りの巫女は心の支度ある人にて天竺に二つとなき蜂を百千万里のほど行きたりともいかでか取るべきと思いてかぐや姫のもとには京南天竺へ石の蜂取りにまかると聞かせて水戸瀬ばかり大和の国当地の氷にある山寺に 瓶るの前なる蜂のひたぐろに墨付きるを取りて、錦の袋に入れて、作り花の枝につけて、かぐや姫の家に持ってきて見せければ、かぐや姫怪しがりて見れば、蜂の中にふみあり。広げて見れば、海山の道に心を尽くし果て、内しの蜂の涙流れき。 姫光やあると見るに蛍ばかりの光だになし奥ゆの光を何にも宿さましを小倉の山にて何求めけんとて返し出す蜂を角に捨ててこの歌の返しをす白山に会えば光のうするかと蜂を捨てても頼まるるかな と読みて入れたり「かぐや姫返しもせずなりぬ」「耳にも聞き入れざりければ言いかかずらいて帰りぬ」「かの鉢を捨ててまた言いけるよりぞおもなき言葉恥をすつ」とは言いける「蔵持の巫女は心たばかりある人にて公にはお しの国に弱みにまからんとていとま申してかぐや姫の家には玉の枝取りになんまかると言わせて下りたもうにうまつるべき人々皆なにわまでお送りしける巫女糸忍びてとのたまわせて人もあまたいておわしまさず地庫をうまつる限りしていでたまい 御送りの人々御立つり送りて帰りぬお足し増しぬと人には見えたまいて三日ばかりありてこぎ帰りたまいぬかねてことを皆仰せたりければその時一の宝なりける梶巧み六人を召し取りてたわやすく人よりくまじき家を作りてかまどを三重に仕込めて たくみらを入れたまいつつ、みこも同じところにこもりたまいて、知らせたまいたる限り、十六層、神にうをあけて、玉の枝を作りたもう。かぐや姫のたもうように、たがわず作り入れつ。いと賢くたばかりて、なにわにみそかにもて入れぬ。船に乗りて帰りきにけり、 と殿に告げやりて糸を痛く苦しがりたるさましていたまえり迎えに人多く参りたり玉の枝をば長杵に入れて物を置いて持ちてまいるいつか聞き剣蔵持の御子はうどんげの花持ちて上りたまえりとののしりけりこれをかぐや姫聞きて 我はこの巫女に負けぬべしと胸潰れて思いけりかかるほどに角をたたきて蔵持ちの巫女おわしたりとつぐ旅のお姿ながらおわしたりといえばいたてまつる巫女の玉枠命を捨ててかの玉の枝持ちてきたるとて かぐや姫に見せたてまつりたまえ。と言えば、おきな、もちていりたり。このたまの枝に、ふみぞつけたりける。いたずらに、みはなしつともたまのえを、たおらでさらにかえらざらまし。これをも、あわれともみでおるに、たけとりのおきな、はしりいりていわく。 このお御子に申したまいし方来の玉の枝を一つのところ誤たず持ておわしませり、何を持ちてとかく申すべき、旅のお姿ながら我が恩家へも寄りたまわずしておわしましたり、はやこの御子にあいつ子を祭りたまえ、というに物も言わず、つらつ杖を尽きて意味じ投げかしげに思いたり。 この巫子、今さえ何かというべからず、というままに、縁に這いのぼりいぬ。大きな断りに思う。この国に見えぬ玉の枝なり、この度はいかでか稲もうさん、人様も良き人におわす、など言いたり。かぐや姫の言うよう、親ののたもうことを、 ひたぶるに稲な毛さんことのいとおしさに、と、鳥りがたきものをかく浅ましく持ってきたることをねたく思い、沖縄なはねやのうちしつらいなどす。おきなみこにもうすよう、いかなるところにかこの木はさぶらいけん、怪しくうるわしくめでたきものにも、ともうす。みこ答えてのたまわく、 年ととの如月の十日ごろに何はより船に乗りて海の中にいでていかん方も知らず思いしかど思うことならで世の中に生きて何かせんと思いしかばただむなしき風に任せてありく命しなばいかがわせん生きてあらん限りかくありきてら来とゆらん山にあうやと海にこぎただよいありきて 我が国のうちを離れてありきまかりしに、ある時は波荒れつつ、海の底にも入りぬべく、ある時は風につけて知らぬ国に吹き寄せられて、鬼のようなるものいできて殺さんとしき、ある時には騎士方行く末も知らず、海に紛れんとしき、ある時は糧つきて草の根を食い物としき、ある時は言わん方なくむくつけげなるものきて、 食いか,からんとしき、ある時には海の貝を取りて命を継ぐ旅の空に助けたもうべき人もなきところにいろいろの病をして行く方空も覚えず船の行くに任せて海に漂いて五百日という辰の時ばかりに海の中にはつかに山見ゆ。 船のうちをなんせめてみる海の上に漂える山と大きにてありその山の様高くわしこれや我が求むる山ならんと思いてさすがに恐ろしく覚えて山の巡りをさしめぐらして二三日ばかり宮陸に天人の装いしたる女山の中よりいできて 白金の金丸を持ちて水をくみやりく。これを見て船より降りて、この山の名を何とか申すと問う。女答えていわく、これは宝来の山なりと答う。これを聞くにうれしきこと限りなし。この女、かくのたもうはたれぞと問う。我が名はうかんるりと云いて、 ふと山の中に入りぬ。「その山は見るにさらに登るべきようなしその山のそばひらをめぐれば世の中になき花の木戸も立てり黄金白金瑠璃色の水山より流れ入れたりそれにはいろいろの玉の橋渡せりその辺りに り輝く木どもたてりその中にこの取りて持ちてもうできたりしは糸をわろかりしかどもの玉石にたがわましかばとこの花を降りてもうできたるなり山は限りなく面白し世にたとうべきに荒ざりしかどこの枝を下りてしかばさらに心もとなくて船に乗りて追い風吹きて 四百四日になんもうできにし、大岩力にや何はより昨日なん都にもうできつる。さらに塩に濡れたる衣をだに脱ぎ替えなでなんこっちもうできつる。とのたまえば大きな聞きてうち投げきて読める。くれたけのよよの竹取りの山にも。 さやはわびしきしおのみみしこれをみこききてここらの日ごろ思いわびはべりつる心は今日なん落ちいぬるとのたまいて返し我がたもと今日乾ければわびしさのちぐさの数も忘られぬべしとのたもうかかるほどにおの子ども六人 らねて庭にできたり一人の男・不さみに文を挟みて申すみず綾部の内ろをうさく玉の木を作りつこう祭りしこと五石を立ちて千四日に力を尽くしたること少なからずしかるに六いまだたまわらずこれをたまいて悪きけこにたまわせん。 と言いて捧げたり「竹取の大きなこの巧みらが申すことは何事ぞ」と傾きより巫女は我にも荒の景色にて木も消えいたまえりこれをかぐや姫聞きてこの奉る文を取れと言ってみれば文に申しけるよう「巫女の君千日癒しき巧みらと もろともに同じところに隠れいたまいて賢き玉の枝を作らせたまいてつかさもたまわんと仰せたまいきこれをこのごろ案ずるにお使いとおわしますべきかぐや姫の用事たもうべきなりけりと承りてこのお宮よりたまわらんと申してたまわるべきなりというを聞きてかぐや姫 くるるままに思いわびつる心地笑い栄えて翁を呼び取りて言うようまこと宝来のきかとこそ思いつれかあさましき空ごとにてありければはや返したまえと言えば翁答う定かに作らせたるものと聞きつれば返さんこと糸やすしとうなずきより かぐや姫の心行き果てて、ありつる歌の返し。まことかと、聞きてみつればことの葉を飾れる玉の枝にぞありける。と言いて玉の枝も返しつ。竹取りの大きなさばかり語らい鶴がさすがに覚えて眠りおり。巫女は立つもはした、いるもはしたにていたまえり。 日の暮れぬれば滑り出たまいぬ。かのうれえせし匠おばかぐや姫呼び据えてうれしき人どもなりと言いてろくと多く取らせたもう匠ら意味じく喜びて思いつるようにもあるかなと言いて帰る。道にて倉持の巫こ血の流るるまで長ぜさせたもう。 えしかいもなく皆取り捨てさせたまいてければ逃げうせにけりかくてこの巫子は一生の恥これにすぐるはあらじ女を得ず成りぬるのみにあらず天下の人の身思わんことのはずかしきこととのたまいてただひとところ深き山へ入りたまえぬ宮司三郎人々 皆手を分かちて求め立てまつれども御死にもやしたまいけんえ見つけ立てまらずなりぬ御子の御共に隠したまわんとて年ごろ見えたまわざりけるなりけりこれをなんたまさかるとは言い始めける右大臣安倍御氏は 宝豊かに家広き人にておわしけりその年来たりける諸越船のオーケイという人のもとに文を書きてひねずみの川というなるもの書いておこせよとて都をつる人の中に心確かなるを選びて小野のの房りという人をつけて使わすモテ至りてかの もろこしによるオ、OK、ーに金を取らす。O.K. ケイ、文を広げてみて、帰りごと書く。ひねずみの川ぬ、この国になきものなり、音には聞けども、いまだ見ぬものなり、世にあるものならば、この国にもモテ毛できなまし、いと仇あきないなり、しかれども、もし天竺に、 たまさかにもて渡りなはもし長者のあたりにとぶらい求めんに亡き者ならば使いに添えて金をば返し立てまつらん』と言えり『かの諸船きけりおののふさもりもうできてもう登るということを聞きて歩み通する馬を持ちて走らせ迎えさせたもう時に馬に乗りて尽くしより たただ七日にもできたる文を見るにいわく「ひねずみの川ぎぬかろうじて人をいだして求めて立てまつる」「今の世にも昔の世にもこの川はたやすくなきものなりけり昔賢き天竺のじりこの国にもて渡りてはべりける」 西の山寺にありと聞きを呼びて、公に申してかろうじて買い取りて立て祭る。値の金少なしと、国し、使いに申ししかば、王、OK、家が物加えて買いたり。今、金五十両賜るべし。船の帰らんにつけて旅をくれ。もし、金賜わぬものならば、かの衣の七、返し食べ。 ととえることを見て、す、今金少しにこそあんなれうれしくしておこせたるかな」とってもろこしの方にむかいてお拝みたもう「この革絹入れたる箱を見れば草草の麗しき瑠璃をいろえて作れり革絹を見ればょうの色なり毛の末には 黄金の光し輝きたり宝と見え麗しきこと並ぶべきものなり火に焼けぬことよりも毛裏なること限りなし「宇部かぐや姫このもしがりたもうにこそありけれ」とのたまいて「あなかしこ」とて箱に入れたまいてものの枝につけて御身の毛相糸を委くして やがて止まりなんものぞとおぼして歌読みくわえてもちていましたりその歌は「限りなき思いに焼けぬ衣川ごろもたもと乾きて今日こそはきめ」と言えり家の角に持ていたりて立てり竹取いできて取り入れてかぐや姫に見すかぐや姫の川絹を見ていわく うるわしきかわなんめり、わきてまことのかわならんとも知らず。竹取り答えていわく、とまれかくまれ、まず生じ入れたてまつらん。世の中に見えぬかわぎぬの様なれば、これをと思いたまいね、人なあ痛くわびさせたてまつりたまいそ、と言いて、呼び据えたてまつれり。かく呼び据えて、 この度は必ずあわんと大名の心にも思いおりこの翁はかぐや姫のやもめなるを嘆かしければよき人にあわせんと思いはかれどせちにいなということなればえしいねば断りなりかぐや姫翁にいわくこの革ぬは日にやかんに 焼けずはこそ、まことならめと思いて人の言うことにも負けめ。世になきものなれば、それをまことと疑いなく思わん、とのたもう。なお、これを焼きて試みん、という。おきな、それさも言われたり、といいておとどに、かくなん申すという。おとど答えていわく、 この皮はもろこしにもなかりけるをかろうじて求め尋ねえたるなり何の疑いがあらん。さは申すともはや焼きてみたまえ。といえば火の中に打ちくべて焼かせたもうにメラメラと焼けぬ。ざればこそことものの皮なりけり。という。音どこれをみたまいて顔は草の葉の色にていたまえり。 かぐや姫は「あなうれし」と喜びていたりかのを読み玉いける歌の返し箱に入れて返す名残なく「もゆ」と知りせば川ごろも思いのほかに起きてみましよとぞありけるされば帰りいましにけり世の人々阿部の音ど ひねずみの川着ぬもていまして、かぐや姫に住みたもうとな、ここにあいます。などと。ある人のいわく。川は火にくべて焼たりしかば、めらめらと焼けにしかば。かぐや姫、あいたまわず。と言いければ。これを聞き手ぞ。とげなきものをば。あえなしと、言いける。大友のみゆきの大納言は。我が家に。 ありとある人を集めてのたまわく。たつの首に五色の光ある玉あんなり。それを取りて盾て祭りたらん人には願わんことを叶えん。とのたもう。おの子ども、大瀬のことを承りて猛作。大せのことはいとも尊し。ただし、この玉、たわやすくえとらじを。いわんや、 タツの首に玉はいかが取らん」と申しあえり「大納言の玉を君の使いと言わん者は命を捨てても斧が君の仰せ事をばかなえんとこそ思うべけれこの国に泣き天竺もろこしの者のにもあらずこの国の海山より辰は折り昇るる者なりいかに重い手か何じら敵き者と申すべき」。 おの子ども申すよう「さらばいかがはせん」「も者なりとも仰せごとに従いて求めにまからん」と申すに大納言見笑いて「んじらが君の使いと名を流しつ君の仰せごとをばいかがは背くべき」とのたまいて辰の首の玉取りにとていだしたてたもうこの人々の道の糧食い物に 殿のうちの絹綿銭などある限り取り入れて添えて使わす。この人々ども帰るまでいもいをして我はおらん。この玉取り入では家に帰りくなとのたまわせけりおのおの仰せ受けたまわりてまかりぬ。辰の首の玉取り入ずは帰りくなとのたまえば、いずちもいずちも足のむきたらん方へいなんず。 かかる好き事をしたもうこと、とそしりあえり、たまわせたるものおのおの分けつつ取る。あるいは、おのが家にこもりあるいは、おのがいかまほしきところへいぬ。親、君と申すとも、かく月なきことを仰せたもうこと、とことゆかぬものゆえ、大納言をそしりあいたり、かぐや姫、すえんには、 霊用には醜し、とのたまいて、うるわしき矢を作りたまいて、うるしを塗り、巻きえして壁したまいて、矢の上には糸を染めていろいろ吹かせて、うちうちの出いには言うべきもあらぬあやりものに絵を描きて、孫と張りたり。元の目どもは、かぐや姫を必ずあわん儲けして、一人明かし暮らしたもう。 使わし人は夜昼待ちたもうに年こゆるまで音もせず心もと流りて糸忍びてただ舎人二人召し継ぎとしてやつれたまいて浪輪の辺におわしまして問いたもうことは大友の大納言の人や船に乗りて立つ殺してそが首の玉取れるとや聞くと問わするに 船人答えていわく「怪しきことかな」と笑いて「去る技する船もなし」と答うるに「王子なきことする船人にもあるかな」「ええ知らでかく言う」とおぼして「我が弓の力はたつあらばふと言い殺して首の玉は取りてん」「遅く来るばらをまたじ」とのたまいて船に乗りて海ごとにありきたもうに糸遠くて つくしの方の海にこぎ「いでたまいぬ。いかが試験早き風吹きて世界暗がりて船を吹きもて歩くいずれの型とも知らず船を海中にまかり入りぬべく吹き回して波は船に打ちかけつつ巻き入れ神は落ちかかるようにひらめきかかるに大納言はまどいて まだかかるわびしきめみず、いかならんとするぞ、とのたもう。かじとりこたえて申す。ここら船に乗りてまかりありくに、まだかかるわびしきめをみず、みふね、海のそこにいらずは、神落ちかかりぬべし。もし幸いに神の助けあらば、何海にふかれをわしぬべし。うたてある主の身元につこうまつりて、つずろなる死をすべかんめるかな。 とかじ取りなく大納言これを聞きてのたまわく。船に乗り手はかじ取りの申すことをこそ高き山と頼めなどかく頼もしげなく申すぞと青ヘドをつきてのたもう。かじ取り答えて申す。神ならねば何技をかつこうまつらん。風吹き波激しけれども神さえいただきに落ちかかるようなるは。 達を殺さんと求めたまえばあるなり、や手も龍の孵化するなり、早神に祈りたまえ、という、良きことなり、とて、かじ取りの御神きこしめせ、おじなく心幼く達を殺さんと思いけり、今より後は毛の一筋をだに動かしたてますらじ、とよごとを放ちて、 立ちい泣く泣く呼ばいたもうことちたびばかり申したまうけにやあらん「揚々上なりやみね」「少し光りて風はなお早く吹く」「かじ取りの曰くこれは辰の仕業にこそありけれこの吹く風は良き方の風なり悪しき方の風にはあらず良き方に赴きて吹くなり」といえども大納言はこれを聞き入れたまわず。 三四日吹きて吹き返し寄せたり浜を見れば針間の明石の浜なりけり大納言南海の浜に吹き寄せられたるにやあらんと思いて息づき伏したまえり船にあるおの子ども国に告げたれども国の司もうで弔うにもえ起き上がりたまわで船底に伏したまえり 「松原に御むしろしきておろしたてまつる」「その時にぞ難解にあらざりけり」と思いてかろうじて起き上がりたまえるを見れば風井と重き人にて腹いと膨れこなたかなたの目にはすももを二つつけたるようなりこれを見たてまつりてぞ国の司もほほえみたる。国に仰せ給えて たごし作らせたまいて、におうにおう担われて、家に入りたまいぬるを、いかでかききけん、かわししおの子ども参りて申すよう、たつの首の玉をええらざりしかばなん、とのえもええ参らざりし、玉の鳥りがたかりしことを知りたまえればなん、感動あらじとて参りつる、と申す。大納言おきいてのたまく んじらよくもてこずなりぬ。辰はなる神のるいにこそありけれ。それがまを取らんとて、そこらの人々の害せられんとしけり。まして辰を捕らえたらましかば、またこともなく我は害せられなまし。よく捕らえずなりにけり。かぐや姫町大盗人の奴が人を殺さんとするなりけり。 家のあたりだに今は通らじ、男どももなあありきそ。とて、家に少し残りたりける者どもは、たつの玉を取らぬ者どもにたびつ。これを聞きて、離れたまえし元の上は腹を切りて笑いたもう。糸を吹かせ作りし矢は飛びカラスの巣に皆食いもていにけり。世界の人の言いけるは、 大友の大納言は辰の首の玉や取りておわしたる。いなさもあらず、おんまな子二つにすもものようなる玉をぞ添えていましたる。と言いければ、あな食べ方と言いけるよりぞ、世に合わぬことをばあな耐え方とは言い始めける。中納言磯守のまろたりの につばくらめの巣食いたらば告げよとのたもうを受けたまわりて何のようにかあらんと申す答えてのたもうようつばくらめのもたる小安がいを取らんうなりとのたもうおの子ども答えて申すつばくらめをあまた殺してみるだにも腹になきものなり ただしこう産む時なんいかでかいだすらん腹かくる」と申す「人だに見ればうせぬ」と申すまた人の申すよう「大かさんのいいかしく矢の胸につくのあるごとにつばくらめは巣を食いはべるそれに豆ならんおの子どもをいてまかりてあぐらをゆい上げてうかがわせんにそこらのつばくらめこう産まざらん矢はさてこそ虎しめ玉わめ」。 と申す中納言喜びたまいて、おかしきことにもあるかな、もっともえ,え知らざりけり、今日あることを申したり、とのたまいて、豆なるおの子ども二十人ばかり使わして穴内にあげ据えられたり、とのより使い好きなくたまわせて、肥やすのかいとりたるか、と問わせたもう。 つばくらめも、人のあまたのぼり至るに応じて、巣にものぼりこず。かかるよしの帰りことを申したれば、聞きたまいて、いかがすべきとおぼしわずろうに、かのつかさの勘人、くらつまろと申すおきな申すよう。こやすがい,いとらんとおぼしめさば、たばかりうさん。とて、お前に参りたれば、中納言、額を合わせて迎いたまえり。 ろが申すようこのつばくらめのこやすがいはあしくたばかりてとらせたもうなりさてはえとらせたまわじ穴ないにおどろおどろしく二十人の人のぼりてはべればあれてよりもうでこずせさせたもうべきようはこの穴ないをこぼして人を皆退きてまめならん人一人を荒子にのせ据えて 綱を構えて鳥の子をうまん間に綱を釣り上げさせてふと肥やす貝を取らせたまわんなんよかるべきと申す中納言のたもをよいとよき異なりとて穴内をこぼち人皆帰りもできぬ中納言プラツマロにのたまわくつばくらめは 「いかなる時にかこう産むと知りて人をばあぐべき」とのたもう「つまろ申すよう『つばくらめこう産まんとする時は王をささげて七度ぐりてなん産み落とすめる』さて七度ぐらんり引き上げてそのり小安貝いは取らせたまえ」と申す中納言喜びたまいてよろずの人にも知らせたままでみそかにつかさにいまして おの子供の中に混じりて夜を昼になしてとらしめたもうつ妻ろかく申すを糸痛く喜びてのたもうここに使わるる人にもなきに願いをかなうることのうれしさとのたまいて御像を脱ぎてかづけたもうつさらにようさりこのつかさにもうでことのたもうてかわしつ日暮れぬれば かのうにおわして見たもうにまことつばくらめすつくれり」「くらつまろ申すようおう受けてめぐるに荒子に人をのぼせて釣り上げさせてつばくらめの巣に手を差し入れさせて探るに物もなし」と申すに中納言「あしく探ればなきなり」と腹立ちて「垂ればかり覚えんに」とて「我のぼりて探らん」 とのたまいてこにのりてつられ上がりてうかがいたまえるにつばくらめうをささげて痛くめぐるに合わせて手をささげて探りたもうに手にひらめるものを触るときに「われものに握りたり今はおろしてよおきなしえたり」とのたまいて集まりてとくおろさんとてつなを引きすぐしてつなたゆるすなわちにやしまのかなえの上にのけざまに落ちたまえり。 人々あさましがりてよりて抱えたてまつれりおん目は白目にて伏したまえり人々水をすくい入れたてまつるかろうじて息入れたまえるにまたかなえの上より手取り足取りして下げ下ろしたてまつるかろうじて見心地はいかがおぼさるると問えば息の下にて 物は少し覚えれど腰なん動かれぬされど小安がよふと握りもたればうれしく覚えるなりまず子息さしてここの回顔見ん」と身しもたげて御手を広げたまえるにつばくらめのまりおける古くそを握りたまえるなりけりそれを見たまえて「はな いなの技やとのたまいけるよりぞ思うにたがうことをばなしといけるいにもあらずと見たまいけるに恩心地もたがいて空つの蓋の入れられたもうべくもあらず恩腰は俺にけり中納言は笑わ,わげたる技してやむことを 人に聞かせじとしたまいけれど、それを病にて、いと弱くなりたまいにけり、甲をえとらずなりにけるよりも、人の聞き笑わんことを、日に添えて思いたまいければ、ただに闇しぬるよりも、人聞き恥ずかしく覚えたもうなりけり。これをかぐや姫聞きて、らいにやる歌。年を経て、 波立ちよらぬ澄の絵の「待ついなしと聞くはまことか」とあるを読みて聞かすいと弱き心に頭もたげて人に髪を持たせて苦しき心地にかろうじて書きたもう「貝はかくありけるものをわびはてて死ぬる命を救い合わせぬ」と書きはつる え入りたまえいりまぬ。これを聞きて「かぐや姫少しあわれっとおぼしけい」「それよりなん少しうれしき言葉かいあり」とはいいけるさてかぐや姫形の世に似ずめでたきことを帝をきこしめしてないし中富の房子にのたもう。 多くの人の身をいたずらになしてあわざんなるかぐや姫はいかばかりの女ぞとまかりて見てまいれとのたもう房子承りてまかれり竹取の家にかしこまりて生じ入れてあえり大名にないしのたもう仰せごとにかぐや姫の形優におわすなり よく見て参るべきよしのたまわせつるになんいりつる。と言えば「さらばかく申しはべらん」と言いていりぬ。かぐや姫に「はやかの見つかいに対面したまえ」と言えばかぐや姫よき形にもあらずいかでか見ゆべきと言えばうたてものたもうかな帝の見つかいおばいかでかおろかにせん。 といえばかぐや姫のこたうるよう帝の召してのたまわんこと賢しとも思わずと言いてさらに見ゆべくもあらず埋めるこのようにあれどいと心恥ずかしげにおろそかなるように言いければ心のままにもえせめずオーナーないしのもとに帰り出て口惜しくこの幼き者は 怖くはべる者にて対面すまじきと申すないし必ず見立て祭りて帰れと仰せ事ありつる者を見立て祭らではいかでか帰りまいらん国の王の仰せ事をまさに世に住みたまわん人の承りたまわでありなんや言われぬことなしたまいそと言葉恥ずかしく言いければこれを聞きて まして「かぐや姫」聞くべくもあらず「国の王の仰せ事をそむかばはや殺したまいてよかし」という「このないし帰りまいりてこのよしをそうす帝をきこしめして「多くの人殺してける心ぞかし」とのたまいて闇にけれどなおおぼしおわしまして「この女のたばかりにや負けん」とおぼして仰せたもう。 汝がもちてはべる「かぐや姫たてまつれ、お形よしときこしめして見つかい旅しかどかいなく見えずなりにけりかくたいだいしく矢はならわすべき」と仰せられる「おきなかしこまりて恩返りごと申すようこの目のわらわは耐えて宮塚越子をまつるべくもあらずハンベルをもてわずらいはべりさりとも まかりておおせたまわんとそうすこれをきこしめしておおせたもなどかおきなのおおしたてたらんものを心に任せざらんこの女もしたてまりたるものならばおきなにこうぶりをなどかたまわせざらんおおきなよびて家に帰りてかぐや姫に語らうようかくなんみのおおせたまえる なお、矢は津高祭りたまわぬ。と言えば、かぐや姫答えて曰く。もはらさようの宮預かえ、津ま祭らじと思う。しいて津ま祭らせたまわば、消えうせなんず。三つかさ、こうぶり津ま祭りて、死ぬばかりなり。おきないらうるよう。なあ、したまいそ。こうぶりも、我が子を見立て祭らでは、何にかせん。 さはありとも、などか宮遣いをしいたまわざらん、死にたもうべきようやあるべき、という。なお空ごとかとつくをまつらせて、死なずやあると見たまえ、あまたの人の志愚かならざりしを、むなしくなしてしこそあれ、昨日今日帝ののたまわんことにつかん、人聞きやさしといえば、大きな答えて曰く。 天下のことはとありともかかりとも身命の危うさこそ大きなるさわりなればなおつこをつるまじきことを参りてもうさんとて参りて申すよう仰せのことの賢さにかのわらわを参らせんとてつこをつれば宮遣いにいだしたてば死ぬべしと申す宮津マロが手に産ませたる子にてもあらず昔 山にて見つけたる。かかれば心ばせも世の人に水はべるとそうせさす。帝仰せたまわく。宮津小麿が家は山本近かんなり。みかりのみゆき下わんようにてみてんやとのたまわす。宮津小麿が申すよう。いとう良きことなり、何か心もなくてはべらんに。 ふと見ゆきしてごらんぜんごらんぜられなんとそうすればどにわかにひを定めてみかりにいでたもうてかぐや姫の家にいりたもうてみたもうに光満ちてけうらにていたる人ありこれならんとおぼして逃げている袖をらえたまえばおもてをふさぎてさぶらえどはじめよくごらんじつればたぐいなくめでたくおぼえさせたまえてゆるさじとす とていて、大島さんとするにかぐや姫答えてソース。小野神はこの国に生まれて、はべらばこそ使い玉あべいといて、大島しがたくやはべらんとそうすース。帝などかさあらんなおいて、大島さんとて神輿を寄せたもうに、このかぐや姫、きっと影になりぬ、ね。 はかなく口よしとおぼして、下に、ただ人にはあらざりけりとおぼして、さらばんともにはいていかじ、元の御形となりたまいね、それを見てだに帰りなん、とおせられれば、かぐや姫、元の形になりぬ、ね。帝、なおめでたくおぼしめさるること、せきとめがたし、かく見せつるみやつこまろを喜びたもう。 さて、津工祭る百貫の人に、主、いかめしゅう津工祭る。帝、かぐや姫をとどめて帰りたまわんことを、開かず口惜しくおぼしけれど、魂をとどめたる心地してなん帰らせたまいける。みこしに立てつりて後に、かぐや姫に、帰るさの、みゆきものうく思うえて、そむきて止まる、 かぐや姫ゆえ御返りごと「むぐらはう下にも年はへぬるみの何かは玉のうてなおもみん」これを帝ご覧じていとど帰りたまわん空もなくおぼさる身心はさらに立ち返るべくもおぼされざりけれどさりとて用を明かしたもうべきにあらねば帰らせたまいぬ 常にいつこうまつる人を見たもうに、かぐや姫の傍らによるべくだにあらざりけり、ことびとよりはけうらなりとおぼしける人の彼におぼしあわすれば人にもあらず、かぐや姫のみお心にかかりて、ただひとりずみしたもう、うよしなく御方々にもわたりたまわず、かぐや姫の御もとにぞ御文をかきて通わさせたもう、う御帰り、 さすがに憎からず聞こえかわしたまいて面白く気臭につけても音歌を読みて使わす。かようにて音心を互いに慰めたもうほどに見とせばかりありて春の始めよりかぐや姫月の面白を入れたるを見て常よりも物思いたるさまなり。ある人の。 月の顔を見るはいむことと静止けれどもともすれば人間にも月を見ては意味じく泣きたもう。踏み月十五日の月にいでいてせちに物を思える景色なり近く使わるる人々竹取の翁に告げていわくかぐや姫例も月を哀れがりまえども このごろとなりては、ただごとにもはべらざんめり、いみじくおぼしなげくことをあるべし、よくよくみたてまつらせたまえ、というを聞きて、かぐや姫に言うよう。難情を心地すれば、かくものを思いたる様にて月を見たもうぞ、うましき世に、という。かぐや姫、見れば世間心細く哀れにはべる、難情をものおか嘆きはべるべき。 というかぐや姫のあるところに至りて見ればなお物を思える景色なりこれを見て「あが仏何事思いたもうぞおぼすらんこと何事ぞ」と言えば「思うこともなしもの難心細く覚える」と言えば大きな「月な見たまいぞこれを見たまえば物をおぼす景色はあるぞ」と言えば。 いかで月を見ではあらん、とて、なお月いずれば、いでいつつ嘆き思えり。夕闇には、ものを思わぬ景色なり、月のほどになりぬれば、なお時々は打ち嘆き、泣きなどす。これを使う者ども、なお物をぼすことあるべしとささやけど、親を初めて何事とも知らす。 はずき十五日ばかりの月にいでいて、かぐや姫、いと痛く泣きたもう。ひと目も今は包みたまわず泣きたもう。これを見て親どもも何事ぞと問い騒ぐ。かぐや姫、泣く泣く言う。先々も、もうさんと思いしかども、必ず心惑わしたまわんものぞと思いて、今まで過ごしはべりつるなり。 さのみやわとてうちいではべりぬるぞ。おのがみは、この国の人にもあらず、月の都の人なり。それをなん、昔のちぎりありけるによりなん、この世界にはもうできたりける。今は帰るべきになりにければ、この月の十五日に、かの元の国より、迎えに人々をもうでこんず。 さらずまかりぬべければ、おぼしなげかんが悲しきことを、この春より、思いなげきはべるなり。と言いて、いみじくなくを、おきな、こはなんじょうことおのたもうぞ、竹の中より見つけ聞こえたりしかど、なたねの大きさおわせしを、我が竹立ち並ぶまでやしないたてまつりたる我が子を、何人か迎え聞こえん、まさに許さんや。と言いて、我こそしなめ。 ととて泣き罵ること意図えがたげなりかぐや姫のいわく月の都の人にて父母あり片時の間とてかの国よりもうでこしかどもかくこの国にはあまたの年をへぬるになんありけるかの国の父母のことも覚えず ここにはかく久しく遊び聞こえて習いたまつれり、いみじからん心地もせず、悲しくのみある、されど、おのが心ならず、まかりなんとする、と言いて、もろともに意味重なく、使わるる人も、年頃、習いて、立ち分かれなんことを、心ばえなど、あてやかに美しかりつることを見習いて、 小石からんことの耐え難く湯水飲まれず同じ心に嘆かしがりけりこのことを帝きこしめして竹取が家に見かい遣わさせたもうつかいに竹取いであいて泣くこと限りなしこのことを嘆くにひげも白く腰もかがまり目もただれにけり きな今年は五十ばかりなりけれども物思いには片時になん老いになりにけると見ゆ見つかい仰せごととてなにいわくいと心苦しく物思うなるはまことにかと仰せたもう竹取泣く泣く,泣く申すこの十五日になん月の都よりかぐや姫の迎えにもうでくなる。 尊く問わせたもうこの十五日は人々たまわりて月の都の人もうでこば捉らえさせんと申す見つかい帰り参りて縄のありさま申してそうしつることども申すをきこしめしてのたもう一目見たまえし御心にだに忘れたまわぬに明け暮れ見慣れたるかぐや姫をやりていかが思うべき。 かの十五日つかさずかさにおおせて直死少将高野の大国という人を指して六重のつかさあわせて二千人の人を竹取が家につわす家にまかりてついの上に千人矢の上に千人家の人々大おかりけるに合わせて開ける暇もなく守らすこの守る人々も 弓矢をしており矢のうちには女ども番に降りて守らす。王名塗り米のうちにかぐや姫を抱えており翁も塗り米のとさして戸口におり翁のいわく「かばかり守るところに天の人にも負けんや」と言いて矢の上におる人々にいわく。 つゆももの空にかけらばふと居殺したまえ。守る人々の曰く、かばかりして守るところに、川掘り一つだにあらばまず居殺して、外にさらさんと思いはべる、という。おきな、これを聞きて、頼もしがりおり。これを聞きてかぐや姫は、差し込めて守りたたこうべき下組をしたりとも、あの国の人を、 え戦わぬなり弓矢していられじかく差し込めてありともかの国の人ばみ皆飽きなんとす相戦わんとすともかの国の人きなばたけき心使う人もよもあらじなの言うようお迎えにこん人をば長き詰めしてこをつかみつぶさんさが紙を取りて金繰りおとさん さがしりをかきいでて、ここらの公やけ人に見せて恥を見せん、と腹立ちおる。かぐや姫いわく、こわだかに、なあのたまいそ、やのうえにおる人どものきくに、いとまさなし、いますがりつる志どもの思いも知らで、まかりなんずることの、口をしゅうはべりけり、ながきちぎりのなかりければ、 ほどなくまかりぬべきなんめりと思い悲しくはべるなり親たちの帰り身をいささかだにつこうまつらでまからん道も安くもあるまじきに日頃もいでいて今年ばかりのいとまを申しつれどさらに許されぬによりてなんかく思い嘆きはべる身心をのみ惑わしてさり難ことの悲しく耐え難くはべるなりかの都の人は いと毛裏に老いをせずなん思うこともなくはべるなり去るところへまからんずるもいみじくはべらず老おい衰おえたまえる様を見立てまつらざらんこそ恋しからめ」と言いておきな胸痛きことなし下まいそ麗しき姿したる使いにも触らずと妬みより。 かかるほどに、酔い打ちすぎて、根の時ばかりに、家のあたり、昼のかさにも過ぎて光りたり、餅月のかさを塔を合わせたるばかりにて、ある人の毛の穴さえ見えるほどなり、大空より、人と雲に乗りて降りきて、土より五尺ばかり上がりたるほどに立ち貫ねたり、打ちとなる人の心ども、 物に襲われるようにて相戦わん心もなかりけりかろうじて思い起こして弓矢を取り立てんとすれども手に力もなくなりてえかかりたる中に心さかしきもの念じていんとすれどもほか様へ行きければあれも戦わで心地ただ知れに知れて守りあえり立てる人どもは装束の器用だなることものにも似ず 飛ぶ車一つぐしたり長いさしたりその中に王とおぼしき人家に「宮津こまろもうでこ」というにたけく思いつる宮津こまろもものにえいたる心地してうつぶしに伏せりいわく何時 幼き人いささかなる功徳をおきな作りけるによりて何時が助けにとて片時のほどとて下ししをそこらの年頃そこらの小金たまいて身を変えたるがごとなりにたりかぐや姫は罪を作りたまえりければ各癒しき己がもとにしばしおわしつるなり。 罪のかぎり果てぬれば、かくむかうるを。おきなは泣きなげく、あたわぬことなり、はや返し立てまつれ。という。おきな答えて申す。かぐや姫を養い立てまつること、二十四とせになりぬ。片時とのたもうに、怪しくなりはべりぬ。またことどころにかぐや姫と申す人ぞ、おわしますらん。 という。ここにおわするかぐや姫は、重き病をしたまえば、ええ、いでおわしますまじ。と申せば、その帰りごとはなくて、矢の上に飛ぶ車を寄せて、いざ、かぐや姫、汚きところにいかでか久しくおわせん。という。立てこめたるところのと、すなわちただ飽きに飽きぬ。 公子どもも人はなくして飽きぬ。オーナー抱きていたるかぐや姫、とにいでぬ。ええとどむまじければ、ただ差しあおぎて泣きおり。竹取り心どいて泣き伏せるところによりて、かぐや姫言う。ここにも、心にもあらでかくまかるに、のぼらんおだに見送りたまえ、といえども、 何しに悲しきに見送り立て祭らん我をいかにせよとて捨てては登りたもうぞ愚していて負わせねと泣きて伏せれば御心惑いぬ文を書き起きてまからん恋しからん折々取り入れて見たまえとてうち泣きて書く言葉はこの国に生まれぬるとならば投げかせ立てつらぬほどまではべらで過ぎかれぬること 返す返すほいなくこそ覚えはべれ脱ぎよく絹を形見と見たまえ月のいでたらん夜は見おこせたまえ見捨てたてまつりてまかる空よりも落ちぬべき心地する」と書き置く「天人の中に持たせたる箱あり天の羽衣も入れりまたあるは不死の薬入れり一人の天人ゆう つなる薬立てまつれ汚きところのものきこしめしたれば恩心地足しからんものぞとてもてよりたればいささかなめたまいて少し形見とて脱ぎよく衣に包まんとすればある点に包ませず水を取り入れてきせんとすその時にかぐや姫しばし待てという「きぬきせつる人は」 心ことになるなりというものひと言言いおくべきことありけりと言いて踏みかく天人お祖師と心元ながりたもうかぐや姫もの知らぬことなのたまいそとていみじく静かに公に御文たてまつりたもう慌てぬ様なりかくあまたの人をたまいて とどめさせたまえど、許るさぬむかえもうできて、とりいてまかりぬれば、くちよしく悲しきこと。みやづかえつくおまつらずなりぬるも、かくわずらわしきみにてはべれば、心えずおぼしめされつらめども、心強くうけたまわらずなりにしこと。なめげなるものにおぼしめしとどめられぬるなん、心にとまりはべりぬる。とて、 今はとて天の羽衣も着る折ぞ君を哀れと思い入れける。とて壺の薬添えて塔の中条呼び寄せて建て奉らす。中将に天人取りて伝う。中将取り釣ればふと天の羽衣も打ち着せ奉り釣れば沖縄をいとおし悲しとおぼし釣ることも伏せぬ。 こ絹きつる人は物思いなくなりにければ車に乗りて百人ばかり天人ぐして登りぬその後「おきなおうな血の涙を流して窓へど飼いなしあの柿おき,きし文を読みて聞かせけれど何せむにか命もおしからんたがためにか」。 何事も用もなしとて薬も食わずやがておきもあがらで闇伏せり中女人々を引きぐして帰り参りてかぐや姫をえ戦い止めずなりぬるこまごまとソース薬の壺に恩ふみ添えてまいらす広げてご覧じて糸をわれがらせたまいて物も着こしめさず 遊びなどもなかりけりおとどかんだめをめして「いずれの山か天に近き」と問わせたもうにある人とそうす「駿河の国にあるなる山なんこの都も近く天も近くはべるとそうす」これを聞かせたまいて「会うことも涙に浮かぶ我が身には死なぬ薬も」。 何にかはせんかの奉る不死の薬にまた壺ぐして見つかいにたまわす勅使には月のいわかさという人を召して駿河の国にあんなる山の頂にもてつくべきよし仰せたもう峰にてすべきよう教えさせたもうおんふ文不死の薬の壺並べて 火をつけて燃やすべきよし、仰せたもう。そのよし、承りて、つわものどもをあまた愚して、山へ登りけるより難、その山を、富士の山とは名づけける。その煙、いまだ雲の中へ立ち上るとぞ、言い伝えたる。